今回はですね、西沢学園というわけでして、まあ、こんなね、西沢学園があったりですよ、向こう側には、なんかちょっとピカピカの建物ありますけど、あれ関西テレビです。関西テレビの本社があったりする、大阪北区の、ですね、天満ですね、JR 天満駅から徒歩6分の場所にある激安賃貸を紹介させていただきます。まあ、家賃共益費合わせて3万円で、でね、礼金が残念ながら2万7000円取られますよと、まあそういう形式になっとるわけなんですけど、これ JR のね、天満駅なんです。出てすぐのところにですね、昼12時からオープンというね、飲み屋があったりするというね、まあだからもう昼飲みの街、昼飲み天国ですよね。だからもう西成とか新世界と同じですよ、昼飲み天国みたいなところでね。ですね、ここにはですね、3500円でね、東洋小劇場というね、一体何なんでしょうね。女の子の写真が載ってる3500円のね、ショーをする劇場があるみたいですけど、まあそういうね、だからもう駅前はですね、ぐわーっとね、飲み屋さんが立て込んでる、ですね、ところなんですけど、ここはですね、ほら、これ扇町、公園とか言うんですけど、こういう広々としたね、公園もあったりしますよと。あれ関西で、これカンテレですよ。カンテレがね、私ミーハーですからね、ここに住んでたら荒れちゃいますかね。芸能人とかも、関西テレビに入るね、芸能人とかにもね、普通に会えたりするんちゃうやろか、みたいな話なんですけど、まあね、この今回、紹介する激安賃貸なんですけど、これ大阪環状線の、ですね、線路沿いなんですけど、線路沿いを6分ほど歩いていきますとですね、はい、来ました。このね、結構味のある昔ながらのアパートっていうような感じのところでして、ですね、これ手前にはこうやってね、自転車。まあだからね、もうここ平地ですから、これ自転車乗りゃですね、ですね、こっから梅田の街かってね、パーっとすぐ行けてまいりますよ。2キロほどしか離れてないですからね、10分、15分で、まあ平地ですからもう楽々ですよ、自転車で。ほんで、梅田に行ってどこに自転車止めんねんって話ですけどね。で、これ間取りなんですけど、4.5畳のね、畳の部屋とキッチンが独立してありますから、 1K という形式になってまして、で、ね、結構ね、ちゃんとした、キッチンが備え付けられてるでしょ。まあ、古びた感じですけど、ちゃんとですね、何でしたっけ、換気扇とかもね、立派なやつがついててね、料理するにも問題ないですし、畳も綺麗にね、入れ替えてるみたいですよね。で、ここはですね、これ玄関で、靴脱いで靴箱に入れてくださいと、そういう形式の、だからちょっと共同生活的な感じもするんですけど、ここに部屋の中にこうやってね、コインランドリーもあって、トイレもありますよという感じね。これが設備の全てなわけなんですよ。ってことはね、風呂ないやんけお前って話なんですけど、大丈夫です。このですね、アパートから歩いてね、1分か2分ぐらいのところにね、こういう風に、何だっけ、クラブ温泉でしたっけ、クラブ温泉とかいうね、立派な温泉がありまして、ここね、3階建てぐらいで、ですね、3階部分にはサウナがあったりするらしいね。なかなか、ほら、電気風呂とかね、いろいろありますけど、これ400円で、普通にね、400円か450円か、まあ、だから普通の銭湯の値段で、利用することができますよってな感じの、ですね、銭湯が近所にありますからね、風呂がなくても全然問題ないやないですか。でね、宮台、宮内な、なんでこんなこと、なんでこんない。これ100も、この人捕まえて100万円もらいますよ。ちゅうか、何これ、これなんでこんなもん長々と映してるんでしょうね。いや、もうその映像はいいって、やめろ。はい。あ、こっち、たまで。ね、たまでというかですね、天神橋筋商店街も歩いてすぐの場所にありますからね、もう外食しようが、ですね、自炊しようが、多摩でもありますしですね。あと、何やったっけな。何やったっけ、忘れた。名前なんか忘れたけど、もう一軒ね。でっかい、ですね、食品スーパーがありますしね。で、業務用スーパーなんかもありますから、というか、もういちいちね、列挙するのが面倒くさいですよね。つまり、飲み屋であろうが、食い物屋であろうがですね、あ、これ、スーパーですわ。スーパーですわっていうことはないけど、ですね、飲み屋であろうがね、なんなりとある。まあ、大阪の中心地ですからね、北区は。ほんでですね、まあ、ご覧の通りね、こういう便利な場所なんですけど、まあ、ほんまに人がいっぱいおってですね、結構ゴミゴミというか賑やかやないですか。まあ、いや、これやたらね、政治主張のね、強い看板というかですね、壁があったりしますけどね、一体何党の支持者やねんって、ようわからんことになってるんですけど、まあ、それじゃなくてですね、こう呼んでね、天満っていうのはほんま昼飲みの聖地みたいなところで、
ですね、飲み屋の料金もめちゃめちゃ安いわけなんですよ。昼間やったらですね、ハイボールが50円とかね、私がね後で出てきますけど飲んだところなんていうのはハイボール1杯38円で、何杯飲んでも38円ですよと。なかなかそうで、転売市場こんな雰囲気あるでしょ、こんな風にね。あ、雰囲気ある前にゲロ吐くな、箱まで飲むな、迷惑してます、本当にやめてくださいってまあそれはいいとして、ほらなんかほら提灯がねブラーっていっぱいぶら下がっとって、めちゃめちゃ雰囲気あるやないですか。ここはねなんかインスタ映えの聖地みたいな感じらしくてですね、結構有名らしいんですけどね。あ、ここ肉寿司の美味しい店らしいですよ。まあだからほんまにね数えきれないほどの店があるわけですよ。でもちろんですね、駅で、あ、これ駅で住むところなんですけどね、パチンコ屋さんもありますし、飲み屋さんもありますし、玉でもありますし、すぐそこ玉でって書いてますね飲み屋もありますし、ほんまにまあこんなところなんです。でこんだけ賑やかやったらですね、治安悪いんちゃうってまあ思いはると思うんですよ。そういうのもですね、これまあ大阪市内のね治安で考えると、やっぱりね一番治安が悪いのは中央区なんですって。難波とか心斎橋とかああいうとこね。でそれに対してで、それでね2位がこのね北区です。北区もやっぱり治安は悪いわけなんですよ。治安は悪いんですけど、ただねですね、この、あ、この辺りで住んでる人の、ですね、口コミ話かとかを見てみるとですね、ここはですね、確かにね、昼間から酔っ払ってる人がいて、ワイのワイの騒いだりはしますけど、みんなね、悪いことするやつ案外いないんですって。だからこの辺りね、結構、うん、だから、その天神橋商店街、つまり庶民の街です。庶民の街ってわけで、庶民と貧民っていうのはまた別々やないですか。庶民っていうのはそんな豊かな生活はしてないけど、そやけど、周りのね、友達、地元の友達がいて、人と人とのつながりがあってて、そういうのがまあ庶民じゃないですか。で貧民っていうのはほんまにもう社会から孤立してしまって、もう何やったらちょっとやってでも金儲けたのかみたいな、そんな人間が貧民って感じやから、だからここは庶民の町なわけなんですよ。庶民の町やから、そんなにね、治安が悪いわけじゃないんですよ。だから北区がね治安が悪いっていうのは確かにね客観的なデータとして出てるんですけど、だからその北区っていうのは広いわけであってですね、あのほんまに治安が悪いのは、ですね、梅田ですよね。梅田のあの何ですかね、泉の広場上がってすぐとか、ナビオ族、いやナビオ族なんてもういいかまあよう分からんけど、まあ、そういうねちょっとね生きったドラ息子みたいなのがギャーギャーと騒ぐような、そういうところはほんまに治安が悪いんですけど、ここはですね別なほんまに単なる楽しい飲み屋がいいみたいな街でして、ですねほんまにこれなんか知らんけど、これもうあらゆると昼間なんですけどね、もうあらゆるところが空いてますせみたいな状況になっとるやないですか。でね、さっき看板出てましたけど、業務用スーパーの隣にはね東洋小劇場というですね、ですね、ここはですね、関西最大級のストリップ小屋ってやつらしいですよね。ですね、入るだけやったらね、3500円で入れるらしくて、これはね、どうやら私はね、特段詳しいわけじゃないですけど、相場から考えるとですね、相当に安いらしいですよ。だからもうね、大きな店ですから、たくさんのお客さんに入ってもらって、ですね、安くで入れるようにしますよ、みたいな、そういうシステムになっとるんでしょうね。もう、こういうね、お店もですね、ですね、歩いてそうですね5分か10分ぐらいのところにあるわけでして、まあ、ほんまにね、楽しい街というわけなんですよ。だからね、でまあだからこそですね、だからこんな便利な場所ですから、やっぱりね、家賃は3万円で、礼金もね2万7000円取られるというわけでして、まあその辺はねやしゃあないかなみたいな感じです。でやっぱりね、その3万円払ったとしても、ですね、風呂はありませんよみたいなことになるのもまあやむを得ぬかなっていう感じで、ただねここね一番安いってわけで、もっと安いところはあるんですけど、私も初めそこにね、あ、ここええやんかと思って行ったんやけど、行ってね、まあ、綺麗なとこやなと思ったんですけどね、よく見るとね、なんか知らんけど、やたら窓のところにぬいぐるみがね、置いてあったりね、綺麗なカーテンがかかってたりするんですよ。なんかピンク色のカーテンがかかってたりしてね。で、なんかどうも様子がおかしいなと思ってね、改めて調べてみると、そこは女性専用やったりするんですよね。だから、
女性専用のね、アパートっていうのも、まあ、街の中とか、まあ、いろんなところにね、ポツポツあるんですけど、そこはね、大体が安いですわ。というのも、大家さんからすれば、男よりも女性の方が部屋をきれいに丁寧に扱ってくれるやろうからね、部屋をボロボロに汚したりせえへんやろ。だから、退去した後も、クリーニング代とかも安く済むから、その分、安くしますせっていうことで、女性向け専用のね、アパートとかもっと安いんですけどね、まあでもね、誰でも利用できるアパートとなればですね、今回の何でしたっけ、アパート、3万円のアパートが一番ね、駅地下でリーズナブルかなというわけで紹介させていただきました。まあそんなとこですね。ほんじゃまた。